岡山市東区最大寺院の北に位置する商店街洋風の建物が交えた伝統的な家屋洋風の看板建築の店舗白壁の和風建築が並ぶ江戸期に建てられたとされる建物が今もなお残されている昔ながらの昭和レトロな街並み風情で映画の撮影にも多く使用されている 昭和30年代を描いた映画オールウェイズ3丁目の夕日や NHK のドラマトンビのロケ地になった。岡山県北部へ送る海産物を扱う乾物屋などがの木を連ね、観音院の門前町と並んで、章と災害時を形成してきた。ところが、商店街付近の道路事業により、人や物の流れも変化して、昭和40年代をピークに店が、 次々と移転、廃業。現在では、元タンス店を改装したカフェやギャラリー、茶像がオープンして、街並みの賑やかさを確保している。商店街のイベントとして、最大時五福通り、レトロマルシェが開催されている。五福とは、人生の五種の幸福を意味する。最大時回避で奪い合う宝木が、五福を授ける意味で与えられたことから呼ばれた。ありがとうございます。